いやー、しかし富良野に来てジェットコースターだとかセブンスターの木だとかそういう有名どころはもう行かなくてですね、ダートのもしくは林道を探すという、とりあえずちょっとこの辺に軽い5キロぐらいのダートがあるって書いてたんでちょっとそこへ向かってるんですけど、今気づいたんですけど後ろのバックがないことで北嶺フラッグ2つなくなっちゃいましたよ。マジかよ。まあいいか。2019年度版は予備も持ってるんで家に。2つなくしちゃったな。あ、ここはおととし泊まった星の見えるなんとか星に手が届くキャンプ場だっけ。すごく良かったんですよね。この先か。イエーイイエーイ。ここ入れるっぽいんだけどここじゃないのかな。しかもクマ出没注意って書いてるし、ここじゃないのかな。あ、ここじゃねえな。ものさ、この先か。これだ。ここだ。あ、開いてる。ここだ。よし。開いてるわ。行きますか。いいね。おお。おお。いいよいいよ。いや、このね、北海道のこのフラットな感じがいいんだよね。うわー、最高じゃん。いや、北海道はこんな林道がいっぱいあって最高だよね。おお、めっちゃ走りやすいわ。危な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 。調子乗るとやべえな。いや、マジめっちゃ楽しいじゃん。すげえフラットなんだけど。いいぞいいぞ。わ、めっちゃいいね。走りやすい。あ、川がある。うわ、すげえ綺麗。うわー、やべ。最高じゃん。なにこれ。大変さ、国立公園ニングルの森。ここまではいいのね。この先は、あ、そう、この名前見たわ。フレベツ林道ツーリングマップル68ページ E の 4.5 に記載されてます。走りやすいダート 4.7km とのこと。では行きましょう。行ってみようか。どこまで行けんだろう。おー、これどこまで行けんの。結構行けんじゃんこれ。こんな林道がさ、あちらこちらにあるっていうのがもうすごいよね。最高だよ。おお、マジ。おお、たまんねえ。おお、危な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 、やばいやばい。あ、ニングルの森ってところまで行けるのかな。おお、すげえ。何これ。ちょっと写真
しんどろ、ここは。めちゃ綺麗じゃん。うわーすげえよー、なにこれ、めちゃめちゃ綺麗じゃん。うわやーば、おー、いやーすげえよ、これはすげえよ。お、あ、ここで頂上か。なるほど。いいねこれね。川沿い林道、ツーリングマップル68ページ、D の6に記載されてます。走りやすい川沿いのダート 9.2km とのこと。マジ？では行きましょう。え？これ、どこへ出るんだ？わあ綺麗だわ。めちゃくちゃ走りやすいダートだねこれ。基本この北海道のダートって走りやすいんだよな。ああこれどこに出るんだろう。あ、なんか看板がある。あ、ここで行き止まりか。なるほど。あ、こっからはもう行かれないのか。そういうことね。オッケーオッケー。よし。じゃあとりあえずは今日はこれぐらいにしときますかね。やっぱりあの北海道のダート林道は最高っすね。なんか走りやすいし長いし、いやーたまんねえわ。じゃあもう夕方のもうすぐ5時半になっちゃうんで、じゃあこれからお風呂に行って、聖子迷ってキャンプ場に戻りますかね。いやーやっぱ楽しいな北海道。うわーすげー綺麗。うわーたまんねーな、もう晴れてると最高だよな。明日からどうなることやら。ここですね。これ2年前にここの温泉入ったんですけど、めちゃくちゃ良かったんですよね。この温泉ちょっと忘れられないぐらい良かったんですよね。ってことで今日もここにお世話になりましょう。中富良野の番家の湯、お風呂と食事のトクトクセットは1620円です。お風呂は広くて綺麗。サウナ、ジェットバスはもちろん、十勝岳連峰を眺めながらの露天風呂は最高です。評価は 4.5 です。
ではちょっと行ってみようかなと。いやー、いいっすね。ちょっと2年前もここには来たんですけども、その時ちょっと動画を残せなかったんで、まあ人がいたら撮影はできませんけども、いやー、いいっすね、いいっすね。そこですね。あ、やべ、もう結構人いるじゃん。露天の湯すごい良かったですね。なんかものすごい人がいて、あんまり動画が回せませんでしたけど、すごく良かったです。吹上露天の湯、北の国から宮沢りえさんが入った露天風呂として有名です。開放感が良く、綺麗に管理されてますので、おすすめです。評価は 3.5 です。有料駐車場。有料だったっけ？青い池、いやー、2度目だからですかね、初めて来た時はすげー感動したんですけど、さすがに2度目だと、あー、こんなもんだなって思っちゃいますね。すごい綺麗なんですけどね。ではですね、次こそ美瑛の、ダート1本目がですね、なんかツーリングマップルによると畑の中を走るダートみたいなこと書いてたんで、ちょっと楽しみですね。